いつもレッスンの時に気になるミスがあった時にね、うん、あそこ直すんだみたいな話が多いんだけど、うん、動画で動画で言ってくれるんじゃん、うんうんうん、だからなんかこういうのをね、うん、本当はここが原因なんじゃないかなって思ってるところじゃないところで直してくれるじゃん、うん、だから皆さんそれ意外だなと思ってるはずだから、あそれを教えてもらえたらいいかなと思って。平井博明のワンナップゴルフ。じゃあ例えばスライスにしようか。スライスってどういう風に直されたことありますかって感じなんだよね、うん、あそか本当はこうやって会話できた方がいいんだけど、うん、一番多いのはこう上から入ってますよとか、うん、こうフェースが開いて当たってますよとか、うん、いやそんなの多分100人に聞いて100人分かると思うんだよね。そうだね、うん、それをじゃあ言われて素直にそれを直そうとしてる人がまず何人いるかってことよね。それが合ってる合ってない別として、で前もなんかの動画で言ったけど、うん、結局当たる時にこうやって当たってますよっていうのをこうやって当てることをやろうとしてるかどうかよね、うん、こうやってまっすぐに、うん、ワンナップゴルフ動画の1から8ステップのやつで、うん、戻せるスピードまで落としてくださいっていうのあるじゃない、うん、それをまずやれてるかどうかっていうのと、うん、でそもそもフェースがこう開くんだったら開いてみてくださいってことなのよ。開いてみた時に何をやってるかって言ったら、こうやってグリップよりヘッドが出てなきゃいけないのにヘッドよりグリップが出てるってことなんだよね。それを閉じてください閉じてくださいって言ったってグリップが出てる人に閉じられないわけよ。そうだからグリップを出さないようにするにはどういうふうにするかなのよ。そうそうそう、そういうのいっぱい聞きたいの。でもみんなそうやって教えてるから意味ないと思うんだけど。いやいやいや教えてないよ。あそうか、それを原因を直接直そうとするんじゃん。間違いない。そうだからそういうのも知りたいよね。なるほど。まあでもそれね、商売道具だから全部言っちゃうともったいないけど。じゃあ半分にしとくね。でもう半分はサロンで言いますから。そうこれ構えてトップ作ってこっから今ナイスショットを打つためじゃないんで、うん、そのえって言わないでもらいたいの。まず段階的にやるから、ここで手元が出なかったらヘッドがこうやって出てこなきゃいけないじゃない。こういう動作をみんな嫌がるからフェイスを戻せないの。そうやって下ろすんだ。そうみんなこれ大好きだから。そうだね、そう大好きでしょ。大好き。もっとやろうか、うん、これ大好きでしょみんな。そうだから戻せないの。ちょっと待って、それなんで大好きなんだろう。習うのかな。習ったり雑誌の表紙を飾ってることが多いじゃない。なるほど、あのプロのそこだけ切り取ったらかっこいいからか。そう、切り取ったところでは止まれません。結果そうなってるだけだもんね。そうだ、あのそういうふうにやろうとしたわけじゃないんでしょ。そう、そういうふうにやろうとしたらもうこうなる。そう、こういうふうにやろうとしてこうなってるだけだからね。あそう、あそっかそっか。そう、でもここやろうとするから、そう止まったところをやるでしょ。そう違う。そうだからさっき言ったインパクトでボールのところを通過するのは先にヘッドのイメージなんですよっていうことがグリップになっちゃってる人が開くって言ったじゃない。それをどうするかって言ったらヘッドが先に行くために何をするかをやんなきゃいけないわけよ。ってことは手元をあんまり下ろしちゃいけないんだよね、こうやって、はいはい、そう単純な話、こっからポンってこうやってやってあげることなのよ。ヘッドを先に軽くゆっくりいくよ、こうやって。そうあれでニュアンスを掴んでくださいってことなのよ、うん、手を点にしてヘッドをくるんとする感じだ、うん、最新スイングでいくよ。手出しました今、こうやって右行くでしょ。そうあの違い、大げさやる分かりやすい、こうやってやるかこうやってやるかだから、うん、これに遠心力を加えてくださいってこと、うん、俺平井バージョンで遠心力加えるとこうやってちょうどになる。そうもう素敵な最新理論でやると遠心力加えるとこうやってなるから、こうやって。そうもうだってこんなのはもう言わなくたって分かる。でもそれやるでしょ。やる。そうでそれをこれでカバーするでしょ。カバ
カバーじゃないでしょ、それ。拍手をかけてるんですよ。だから、単純にフェースが開いてる、こうやって当たってるから、それをまっすぐ戻してくださいねって言ったって、戻るわけがないの。じゃあ、そっか。原因を、じゃあまたその原因を考えないと。2段階考えないと。そう。本当に、2段階、3段階ぐらいまで考えてもいいぐらい。そうだね。そう。じゃあ、その、ここをこうやるためには、どういうバックスイングを上げなきゃいけないかぐらいまで遡っていいから。だから、結局、俺が、右肘は、こうやって折らないでね、内側に折らないでね、手はお膳持ちしないでね、こうやってやってるって言ったら、こうやってやったらストンと落とせって言ってるじゃない。だから手元を落とすなって言ってるじゃない。そこと全部つながるでしょ。そう。だから戻せるの。平井は。戻しやすい動きをしてるのね。そう。一番ね。振り遅れるタイプだから。だから、それを最善でやってますよ。だから、振り遅れないように、もう、なってますよっていう動きをやってんだよね。あの最新のあれだね、じゃあ手から上げて、あっちの字書いて、右脇畳んで下ろしてくる、あれはもう、で、消屈してんのは、やばい、もう。もう平井は120ですね。本当に。それこそ次のラウンドできないぐらいの感じになっちゃう。だから、難易度がマックス以上ってことだよね。そういうことをやっちゃったら、それが悪いわけじゃない。はいはいはい、できるかできないかの単純なことだから。できないから、じゃあ行くよねって。そう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 。でもそれに悩んじゃったらダメだよねってやってんだから。そうだよね。できないじゃんじゃんって。そこをもっと本当に素直に考えた方がいいよね。判断。できないんだから。できるようになるのは、変な話、どんな理論だって、長年やってればできるようになるから、誰だって。そう。でもその分、年は取りますよって。皆さんはそれをやりながら右に飛ばないようにしたいのか、その難しいことをやりながら。そう。でも2段階になるんだよね、ナイスショットを打つの。難しいことをクリアすることと、それでまっすぐ生かすことをやらなきゃいけないから。なるほど。本当に他のことを混じりっけなしだから。そうだね。はい、だからそういうことって、だから例えばシャンクとか、そういうのもそうよ。一緒。ダフリとかもそうよ。あ、それも一緒なんだ。一緒。じゃあ、ダフリからいくよ。ダフリって、単純に言うよ。ヘッド走ってればダフんないから。手元が大きく動いたり、大きく動くことでクラブがこうやって寝るから。そう。手元がじゃあ、ここの体の中央の中に、体の中にこうやって手元があって、こうやって走ったら、クラブって上に行くのよ。ああ、そうなんだ。そう。そう。こうやって上に行くのよ。あ、そうなんだ。そう。こうやってヘッドが上に行こうとするじゃない？でも、手元が、視点が、こうやってずれてると、ずーっと下に行きたがるでしょ？ヘッドって追い越してないんだから。追い越して初めてクラブってヘッドって上に行くじゃない。そう。でもそれがさ、こうやってやってたらさ、ずーっとヘッド下に行くじゃない。そう。だからどこでもダフってくださいね、だから。どこでもダフる。そう。だってそのクラブをキープするグリップ力を強くするの皆さん嫌がるでしょ？だからクラブ落ちるじゃない。落ちる。アッパーの方はグリップ強めだから、そんなことはない。そう。ダフるのも、こうやって、ずっと手をこうやって左に移動させて、下にやってたら、視点が下にずれるんだから、それ以上にヘッドは下に行くから、それはダフるよね。そう、それを回転加えてないといけないけど、肩回転止めるでしょ？だからダフるの。それをどうするか。右手伸ばさない方がいいとかいうのもあったんだけど、ダフらない。そう、飛ばせない、打てない。届かなくてダフるでしょ？そう。ないん、伸ばしてもダフん。大丈夫。うん、めっちゃくちゃ伸ばすよ。ダフんないんだよね、絶対。いい球出るの。そう、だから伸ばそうが関係ないんだよ。ヘッドが出てるかどうかだけだから。ヘッド出さないで伸ばすよ。ダフるでしょ。そう。だってヘッド出さないんだもん。ダフんないんだったら、ダフんないようにするんじゃなくて、ヘッド出せばいいだけ。ヘッド出してたら出すんないから。こうやって。トップすんだから。あ、そっか。そう、ヘッド出てれば。上に行きたがるんだから、ヘッドは。だからさっきのスライスと一緒で、ボールなり、左の自分の壁を、グリップじゃなくてヘッドが先に通過してたら、そんなことにはなりません。手が前に出てるのが問題だと思っちゃう。問題。ハンドファースト好きでしょ。だからそういう問題が起こる。で、捕まんない捕まんない言ってるでしょ。で、ハンドファースト好きでしょ。だからそういう問題が起こる。
だって全部なくなってほしいことをやってるじゃん、なる方向に。だからなる、やってんの、やってんだ、やってる、やってる、やってんだよシャンクも一緒よ。もうシャンクもちゃんと打ちたい方向にヘッドでこうやって刺せたらシャンクって出ないの。打ちたい方向にグリップエンド刺すから、あこうやってあれでシャフト1本分寝かすよ、こうやってシャンク出るから、こうやってこうやってハーフシャンク、ずっとハーフシャンク、うん、あれを打ちたい方向にヘッドを出す、こうやってそうしたらシャンクって出ない。そうプラスさっき一番最初スライスの時言った自分の体内にグリップがあれば絶対ヘッドはこうやって出るから、自分の体から外に手が出てクラブを遅らせてこようとしてなおかつ伸ばさないで打っちゃうと、まあ、それはダフリかシャンク、まあ、全部出る。そうだからそのシャンクを直すとか、要はここにこうやってなるじゃない、だからここにこうやってなんないようにこうやってやろうとしたって引いたりするから、そうだからしっかりした正しい軌道に戻ってくるためにどういうふうに動かすかを言わないといけないから、ダフリもそうだし、ダフリは単純にボールの手前をこうやって触ってるってことじゃない、だからシンプルにじゃあそれを地面のボールの右側の手前を触らないように振ってボールを打てるかどうかをやってみた方がいいよね、うん、でもそういう練習ってしないんだよねみんな、そういうなんかこう単純な練習ってしなくて、そうだからボールをトップして打ってみなって、こうやって、うん、ハーフトップがいいとか言ってる動画ってなかったっけな、どっか動画で。あるよ。ある、ある、そんな動画、いい動画あんの。ある、いい動画ある、ある、そうスコアライン下から2本目で打つ動画あるか。いやそれあったら俺見るしかもあの70代から100ぐらいまで全部通用するとか言ってる動画もしあれば、俺は絶対ある、ある、ある、これ今それこれそれ、そうああいう練習をしたらダフリ、シャンク、トップ、スライスなくなるから。もう一回いくよ、ナイスボール打とうとしないよ、ハーフトップ打とうとするからね、でもスコアライン2本目で打ってるからトップなんだろうし、トップしてるってことは悪いスイングしてんだろうなと思っちゃって、でも感触はめちゃくちゃいいんだよねあれが分かんなくていいんだけど、分かった人はもう多分めっちゃ上達するから、ていうかその時点で上達してる、上達しないと打てないよね2本目で。 あそうかもでもコメントでねそれがうまくいった方がいらっしゃった。 あったね、そうコメントくださって、そうあお友達だと思った見て、ね、やってくれたんだろうか。そうそう、だから今のショット多分登録生で音聞いてるからあれだけどめっちゃいい音でしょ。やばいよね、やばいよね、いつもねそうハーフトップの音聞くといいなと思って、ね、そうだからああいう練習ができてきたら全てにおいてうまくいくようになる、うん、これハーフトップ打ってくださいって言ってるだけで、うん、スライス直してくださいとか言ってないじゃん。言ってないね、うん、そういう感じでレッスンはやってるそうこういうニュアンスで ね、 なるほどね、そう動きとして直そうとすると、なんで俺はそういう動きで直そうとしないかっていうもう一つの理由があって、ナイスショット打てないってことは動きでナイスショット打てないってことだから、うんうんうん、そうだから頭をいじってるだけなの。あ、うん、そうだからこうやって動いてくださいってナイスショットできるんだったらもうその人ミスショットは打ってないから、だって正しい動きは知ってんだもん、こんだけ YouTuber だから。そう、それでもうまくいってないってことはそうじゃないってことじゃん。そうだね、うん、動きでは直せない人なんだから、難しいから、うんうん、誰でもね、うん、そうだから直せないことが悪いんじゃなくて、うん、視点を変えればいいだけなの。そうだね、そう、その手を出さないでとかさ、うん、言ってたけど結局はその全部インパクトゼロに戻ってたら、うん、ダフんないし、うん、シャンクも出ないしスライスもしないわけじゃない、うん、最近の動画で言わないのもうそれ、その諦めてるから。そうだからもう一個掘ってくれてるってことでしょ、うん、でインパクトゼロに戻すように、そう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 、それを言ってもなかなかできないから、それをするために言ってくれてる、うんうん、
単純にインパクトゼロできないのはインパクト負けしてるとかって言うじゃない、うんうん、インパクトゼロ負けしてるから他の理論に。どういうこと？だからインパクトゼロ理論が負けてるから他のにね。そうインパクト負けしてるから。なるほど。あインパクトがね。そうインパクトってそっちのインパクト。そう。ボールへのコンタクトの話じゃなくて。そう印象。印象我々のその印象が。そう。だからそんだけ注目視されてないし、うん。うん、でもみんなやってることなんだよねプロ。ああだからそうだね。そうそうそう。そう今登録の言ったように戻ってたらそんなミスは出ないのよ。うん、うんうん、だから戻そうとした方が早いの。戻せないのが今言ってくれたようなことだ。そう。手が出ちゃってるとかね。そう。他を優先してる場合ね、うん、他の動きを、うんうん、もう一回インパクトゼロで打っていい、うん、ゼロってる？やっぱりゼロってる。今年1ゼロってる。嘘、今年ゼロってる、うん、あのね、ひろゆきのインドア行ったでしょ、うん、あそこから調子いいんだよね。嘘、うん、ミート率良くて気分良くなっちゃってるでしょ、うん、ああ間違いない。ミート率やっちゃったんですよ。やっちゃってるね。やった、うん、ね。やってる。そう、うん、だからその理論値出してるから間違いない。理論的なこう上限出してるから。そうだよね。そうあれはいじれないから、うん、あれ以上しかも数値出ないようになってんだもんね。そう、あれ以上出したら違反なんだって。違反ね。スルスルでしょ違反。スルスルセーフ。そうだからその瞬間的な部分を直そうとするとゴルフって難しくて、だから教える方もそこの瞬間的な部分っていうのは絶対言わなくて、うん、それよりも2段階3段階前の動作を指摘して、うんうん、でその言ってるメインの場所、うん、良くない場所にアタックをするんだよね、うんはいうん、そういう教え方をした方が楽だし、うん、そうだからそれもしそれがへーって思って興味あるんだったら、うん、ぜひワンナップゴルフのレッスンに予約は取れないんですけど来ていただいた方がいいと思います。取られるから。間違い。いやでもこれは理由がありまして、うん、今8月の頭まで公開しててそこまで埋まっちゃったんでそれ以上の予定がちょっとわからないんでストップしてる状態なんですよ。これ本当に申し訳ないです。いろいろとこう先にお客様の時間を買わなきゃいけないんで、そうすると予定がこう組みづらくなったりとかですね、もし行けなくなった場合にお客様にご迷惑がかかるということで、ちょっとトール君と相談しまして今ストップしてるっていう状態なんです。これはもう本当に申し訳ないです。なんであと1ヶ月から1ヶ月半ぐらいしたらまた予約の方再開いたしますので、そちらの方で予約の方お願いいたします。で今回はですね、直す部分はその気になってる部分ではないですという動画をですね撮っていきました、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。